っとけチャンネルをお聞きの皆さん、ベースゲイジです。ボーカルナイです。ヤノタザキです。ベースのコウスケです。ドラムのナオキです。この度は、9月19日にビジュットケが、初主催で名古屋の L サイズ同時開催のイベントをやるということで、僕らも出演するわけなんですけども、おめでたいですね。ありがたいですね。ありがたいなということで、いつもビジュットケがですね、表紙を飾らせていただいたり、インタビューを、してもらったりとか、今回もイベントを誘っていただき、本当に感謝です。これからもよろしくお願いいたします。そして僕らデスゲイズはですね、6月6日7日にアンツケイオスというワンマンあります。今これタイトルはもうそのまま会場岐阜アンツロケチケイオスっていう、もうそのままですね、やりますんで、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。そして今、これ TV で流れてるのが、昨年12月に出ましたですね、ニューシングル The Underworld という曲ですので、気に入ったらぜひ買って聴いてほしいなと思うわけでございます。はい、ということで、ビジットケさんの方からですね、名古屋のいいところやおすすめの店など紹介してほしいということなので、これはもうコウスケさんおまんはい、はい、名古屋とね、名古屋のいいところかおすすめのお店など、ここ行けみたいな。うん、俺んち結構面白いですよ。お、高木さんもよく来るんですけど、お、だいたいこう一緒に映画見ようぜっていう流れになります。お、じゃあそこに行けとおすすめです。それではデスゲーズの愛でした。あ、いいでした。コメダでした。名古屋でした。なら、なら。チャンネルをご覧の皆さん、どうもはじめまして、レブです。はい、はい、ボーカルのレンです。ギターのニサです。ギターのミクルです。ベースのユウです。ドラムのラゲです。はい、僕たちですね、9月19日、うん、ね、ビジットケさんによるね、お、初の、お、主催イベントに参加することができました。はい、ありがとうございます。まあ、それにね、向けて、僕たちも九州から行くわけじゃないですか。そうですね、ね、もちろん。そして初じゃないですか。うん、ね、うん、ってことは処女なわけです。なるほど。はい、はい、もうね、九州から、うん、名古屋まで、はるばる、はるばる処女を迎えに行きたいと思います。はい、いや、ラリコン。まあ、バンドコンセプトと言いますと、うん、まあ、こんなね、青春のやつが名古屋まで奪いに行ったんですよ。言わないじゃないですか。なわけないよ、お前、ね、もう覚えやすい。エッチなお兄さん、かっこ九州男児、覚えてもらえたらね、お、いいんじゃないかと思います。うん、イェイ。はい。はい、で、僕たちレブの告知なんですけども、僕たち5月の15日、ダーミクルの生誕祭が、福岡ドラム3で決定しております。はい。で、その、まあ、約2週間後ですね、5月28日に、ビースカンパニー所属第1弾シングル、トイパレットワルツの発売を決定します。はい、はい、名古屋、そうね、大好きなんで、料理もね、ご飯も美味しいし、シャチホコもあるし、反ってるからね、だいぶソリーに沿ってる、ソリーに沿ってるから、まあ、僕らもね、9月19日にソリーに沿ったライブを、いいね、俺らの社長もね、そう、はい、思いますのでね、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。締めますか。締めようか。僕ら恒例の締めがありますんで、皆さんも一緒にお願いします。はい、それではレブでした。はい、よーっ。
サービスティー、バイバイ。どういうとかね、うん、そうですね、うん、どうですか、ゆうくん、せっかく誘ってやりたいなんですね、一発頑張っていこうと、やってやろうか、やってやろうかと、決めてやろうと決めてやろう、最近あんまり決まらないけどやかましいわじゃあ告知です、はい、僕たちリリーはですね、まず6月の25日の、はい、フォースシングルイデアが2タイプ1タイプなります、イエイ、なんか多分この感じだとここに TV 流れてる感じです、そうです、で、あとまあ僕にずらずらっていきますけど26日、本日ですね、6月26日、今池スリーズさんで、主催のイベントが、うん、主催イベントあります、イエイ、イエイ、あとですね、7月の31日、20年、まあ、記念して無料ワンマンを、コンティネクスの名古屋にて無料ワンマンを行います、イエイ、ただでただただより高いものがないですね、ドリンク代は取るから、ドリンク代取りますドリンク代取りますね、最後に名古屋のいいところとかおすすめの店などを教えたらどうでしょう、あのところとかおすすめの店です、時間がないと、とりあえずあのイデアの気分を持っていこうまあ美術館でそうですね、ありましたね、あの名古屋のいいとこ早く言いたくて閉めちゃったけどいいとこないです、だいたい1チャイム全部危ないます、うん、はい、じゃあそういうわけで以上、リリーのリリーのリオでした、シャクミです、シャナでした、はい、ありがとうございます、はい、1分だよねえ世界を